月のね26日ゲイプライド、日曜日です。非常に暑いね、夏な感じの、グリーンチビレッジ、まあ、ウエストビレッジか、クリスパーストリート、ところにね来ています。一応まあ、最大のねゲイプライドっていうようなところで、まだねパレード子どもの自身が通過する感じではまだないんですけれども、気づくとしまいですね。一応、そこにね、ストーンウォールっていうね、バーがねあります。まあここは要するにね、あの1969年、ここから要するに暴動で、LGBTQ、デモだったりとかね、が始まり、そこから要するにね、まあ、今に繋がっているっていうようなところで、まあ、歴史のね、あのスタートっていうふうに思ってくれてね、あのいいかとね思いますね。というようなところで、まあまあこの辺りをね、少し、散策しつつ、去年も来たんですけどね、去年ちょっとね、あの小規模だったよなっていうイメージがあって、そのコロナのところでね、まあいずれにしてもね、どのイベントもそうなんですけれども、まあまあ今年、2022年のところからはまあまあ、あの割かしね、あの通常な感じに、ね、戻ってきてるんじゃないのかなっていうふうに見受けてます。というようなところでね、ちょっとこの辺りを散策しながら、様子だけをね、皆さんにお届けできたのかなと思います。